若い人たちが投票に行かないということで得をするのはおっさんたちだけです。国会の中の人口のボリューム多いところが得をしやすいっていう風になっちゃいますよ。みんなが投票行けばね。それを考えたら若者たちの方にも目を向けさせられるはずなんですね。18歳から選挙行けるってことだったら、30代とか40代までと一緒に力合わせて大きな塊になって俺たちの方を見ろっていうことはできると思うんですよ。それやっていこう。それやった方がええわ。つまり何かって言ったら大学院卒業するまで教育費無償にしようじゃないかというのがその世代たちが固まって要求した場合にはこれ選挙の時には間違いなく争点になりますよ。大体政治家が動くって言ったら金のことだけ、もしくは票になるかどうかだけ、それ以外それがないならほとんど見向きもしないのが大体7割ぐらいの国会議員です。だから可視化しなきゃダメなんですよ。こんなにいるよ俺たちって、まあみんなで連帯すればいいですね。線引きすることない。高齢者政策だって厚くしていかなきゃ高齢者の面倒を見ることになるのはその子供たちになっちゃうわけですから、そう考えたとするならば年齢とかで区切れないな。みんなで連帯していくっていうのが一番重要。